バンバ魂。ジャガバンバ魂。この番組はバンエイト価値の提供でお送りします。さあ皆さんこんにちは、栗山さゆるです。こんにちは、杉山悦子です。ここからの30分はジャガバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界で唯一帯広競馬場で開催されているバンエイ競馬の楽しさをお伝えします。そしてバンエイト価値の魅力もお伝えできればと思います。さらにバンバ魂では1ヶ月ごとのテーマでメッセージ募集しています。今月のメッセージテーマは記憶に残る名馬。バンエイ競馬初の1億円馬金太郎、31連勝を達成した北勝勝、10勝25勝の俺の心やバンエイ記念4連覇のスーパーペガサスなどなど、もちろん現役馬でも大丈夫。あなたの記憶に残る名馬を教えてください。メッセージを読ませていただいた方にはバンエイオリジナルグッズをプレゼント。お名前住所を書いてジャガットマークジャガドット FM までお願いします、ということでね。はい、まあいろんな名前がね出てくると思いますけれども、はい、いろんなサイトにもね、うん、紹介されてます、はい、うん、清姫とかトモエパワーとか、はい、まあ、成田ボブサップ、甲州ハウン会、はい、まあ、金沢ブラック、福一だとか挙げるとね、うん、キリがない感じもありますけれども、はい、はい、いっぱいありますよ。いっぱいありますね。皆さんぜひ、メッセージ送ってください。メールアドレスは jaga@jaga.fm jga@jga.fm。 まあたくさん買っているから名馬というわけではなくて、皆さんの記憶に残っているね、この馬が好きだったわとか、マイ名馬、マイ名馬ですね、ね、うん、では、今月はですね、もうビッグイベントもありますので、こちらの紹介もお願いします。そうですね、イベントのご紹介からです。9月23日土曜日、24日日曜日、今年もバンエイト勝ちと馬娘プリティダービーのコラボイベントが開催されます。23日土曜日からポップアップストアでグッズの販売があります。購入するとポストカードのプレゼントがあるということです。ウマ娘とコラボしたアニメートカフェも登場します。コラボしたドリンクやアイシングクッキーが楽しめます。また24日日曜日には先着5000名様にバンエイト勝ちとコラボしたオリジナルの内輪のプレゼントがあります。そして馬娘プリティダービーの声優によるトークショーも行われます。 TM オペラ王役の徳井そらさん、そしてアドマイヤベガ役の佐々木ひとみさん、さらにナルタトップロード役の中村かんなさん、そして進行役には草野仁さんが登場します。その他にも、等身大パネルや限定フラッグも展示されるということです。ぜひご来場ください。当日は混雑が予想されます。駐車台数にも限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。また、禁止行為や違反行為を見つけた場合には入場をお断りすることもありますので、ご了承ください。詳しくはバンエイト勝ちの公式ホームページご覧いただきたいと思います。9月23日土曜日、24日日曜日、忙しい楽しいイベントになりますよ。ぜひご来場ください。はい、ということです。いいですね。まあ本当に大変混み合うと思いますので、公共交通機関を使って、まあ、駅とかからでもね、歩いていけますので、ね、歩いてる方いっぱいいらっしゃいますよ、ね、本当に見かけますと思います。何でしたっけ、コロ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 荷物ね引きながらとか、どっかよそから遠くからいらっしゃったんだなと思ったりね、キャリーケース、ね、そう、バスを待っている方とか、そうですね、うん、嬉しいなと思っていつも見てます。あと、まあ、僕の自宅は一中の近くにあるんですけど、何そこから競馬場まで、はい、歩いていくのって結構楽しいんですよね。競馬場の東側の道路新しくなったじゃないですか、はい、で結構空は広く見えるので、歩いててもすごい、僕新しいアスファルトフェチなので、なんだろうそれなんていうのかな、真新しい傷ついてないアスファルトを見るとなんかすごい気持ちがいいんだよね。散歩をするときは同じルートをたどる人ですか、それとも発見を求めて違うルートを歩く人ですか。僕はいろんなルートを歩くですね、うん、であんまり人気のないところは歩かないので、河川敷とかあんまり行かない、怖いから。
いや全然、まあ、そうですね、あのエピオみたいな人が来てるのちょっと怖いのではい次行こう、はい、それではコマーシャルの後は9月の17日曜日今度の日曜日に開催される重賞レース BG2 第59回岩見沢記念に出走予定している目白剛力校に騎乗予定の西健一騎手、駒さんエース号を管理している金田勇調教師にインタビューしましたのでそちらをお聞きください。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。追いかける9番目室ボブサップ2番手。残り10、かわした9番目室ボブサップが行く。残りわずか9番目室ボブサップ。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。本田さん、競馬競輪オートレースを楽しめるのはオッズパークだけと聞いたのですが本当なんでしょうか？俺の言うことが正しいかわからん。まず自分で調べることが大事。競馬、競輪、オートレースが楽しめるのはオッズパークだけ。万英競馬サウンドコレクション、冷徹をつける音。万英競馬サウンドコレクション、今週放送したのは蹄鉄をつける音でした。万英競馬はソリを引く競技なので踏ん張るひづめを保護してくれる蹄鉄はとても重要です。蹄鉄をつけるのは痛くないのかと思う方もいらっしゃると思いますが、馬のひづめは人間の爪と同じと言われており、先端近くには感覚がないのです。しかしその感覚がない範囲にだけ釘を通すのは難しく、熟練された技術の持ち主じゃないと想定は難しいと言われています。帯広競馬場には3つの想定所があり、バンバの足を守っているということなんですね。ちなみに、はい、バンバレバンバ歌っているマイズの貝村くんも、はい、牛ですけど、うん、想定士、策定士をしてるんですよね、うん、いつかね、はい、昨今のこの問題が本当にすっきりになった時に、うん、ジャガでツアーを組んで、はい、バックヤードツアーとかね、はい、レース観戦とか、うん、ね、やりたいですよね。協賛競争して1日ジャガの馬のバンバ祭りの日とかね、はい、バンバ魂のぜひタクト君に、ね、ディレクターのね、そうそうそう、はい、作ってもらって、はい、なんかやりたいですよね。そうです ね、ぜひ楽しくて美味しくて、そしてそうだね、こう馬券を買って財布もねっていう感じのイベントが、せっかくサウンドコレクションやっているので、うん、あの時のあの音がこれだったんだっていうのが、うん、ね、一致すると楽しいので、ね、はい、そういうのもやりたいですね。ぜひぜひと思います、ね。まあ、そういうご意見とかご要望みたいなのがあったらね、うん、ジャガーとマークジャガー .fm バンバ魂の方までね送っていただければ。私いつも打ち合わせとかこう番組でこういうのやってみたいやりたいとかって言っても絶対採用されないから、うん、メールで送ったら採用してくれるかな。いやどうでしょうね、それはやっぱり難しいかな、ディレクター次第というところもあるのかもしれませんが、はい、わかりました。それでは、ね、続いてはね、17日日曜日に開催されます重賞レース BG2 第59回岩見沢記念に出走予定の目白剛力号に騎乗を予定している西健一騎手、駒さんエース号を管理している金田勇調教師にインタビューをしましたのでそちらをお届けします。まずは西健一騎手のインタビューです。ではお聞きください。今回は目白剛力号に騎乗予定の西健一ジョッキーにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、
目白剛力号は今季8レースに出走して2着3回3着3回というように入賞している状況なんですけれども、うん、西ジョッキーから見て今季の目白剛力号調子はいかがですか？そうですね、春先調子良かったんですけどやっぱりこの暑さでちょっと弱ったかなっていう感じ。やっぱり今年の暑さっていうのはいろんなお馬さんに影響出てますかね？うん、だいぶ、うん、応えてます。じゃあ目白剛力号は結構暑さに苦手というか。そうです、もう年も年なんでね。わかりました。じゃあちょっと秋に入ってこうちょっとずつ調子戻ってくるといいなと思うんですけども、うん、はい、岩見沢記念を前にして現在の目白剛力号はちょっと立て直してる感じありますか？そうですね、まあ、前回まあ、そこそこのレースできたんで、うん、今涼しくなってきて、はい、まあ、どんだけ回復してるかなっていう感じ。あ、わかりました、うん、昨年の岩見沢記念では見事3着入賞という結果だったんですが、うん、今年の岩見沢記念に向けてのこう何か策っていうかこういう風な作戦でいきたいなというのはありますか？そう、まあ、次からまた砂の入れ替えがあったりして、うん、多分タイムかかってくるんで、まあ、そこはプラスになるかなとは考えてます。ありました。じゃあ最後になりますが西ジョッキーから岩見沢記念に向けて の意気込みをラジオのリスナーに向けてお願いいたします。勝てるように頑張るんで応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今回は目白剛力号に騎乗予定の西健一ジョッキーにお話をお伺いいたしました。それではどうもありがとうございました。また、はい、レース結果楽しみにしております。はい、まあ、どれだけ回復しているのか、砂の入れ替えもあってタイムもかかるレースになるだろうからというね。そうですね、そこはもう年も年ですけどって言ってましたけど、その分経験があるのと、まあ、今年の夏はとっても暑かったですけど、そういう1年の過ごし方っていうのも分かってる馬ですからね。そんなにそんなにっていうことだと思いますよ。はい、まあね、西さんの話を聞いてこうどう感じたのか、はい、ぜひ大いに、ね、参考にしていただきたいと思います。では続いては駒さんエース号を管理している金田勇美調教師のインタビューを聞いてみましょう。どんなコメントが聞こえてくるんでしょうか。それでは今回は駒さんエース号を管理されていらっしゃいます金田勇美調教師にお話をお伺いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう金田調教師から見て駒さんエース号っていうのは日頃見ていてどういったところが魅力強みだと思いますか？特にそのね、目立った活躍ができてたわけじゃないんだけども、とにかく真面目なんですよね。いつもいつもその時その時の何ちかな全能力を出し切るっていうか格好なんですよね。ちょっとひたむきなところが魅力というか。そうですね、わかりました。次の岩見沢記念を前にして現在駒さん S 号調子はいかがですかね？まあ、S はね比較的暑さにも強くてですね。あ、そうなんですね。そんなにまあまあ全ても我慢強い馬なんですが、はい、うまく夏は過ごせたのかなって、思ってますね。そうなんですね。こう大間さんによってはちょっとこの今年の夏はかなり応えたみたいな声も聞いたりしたんで、まあ、多くの馬が多くの馬がそういう傾向にあったのかなと思ってます。あ、そうですよね、はい、でもその中でも駒さん S 号はじっとりと耐えて、そうですね、わかりました。今週は馬場の砂の入れ替えなどがあったようなんですけれども、この岩見沢記念に向けてこういうレース運びができたらなというような流れってありますかね？いやもうね、馬場のそのソロの状態っていうのはものすごく重いと思うんでね、じっくりゆっくりっていうそんなレースになるんじゃないのかなってちょっと思ってます。わかりました。最後になりますが金田調教師から岩見沢記念に向けての意気込みといいますかね、ラジオのリスナーの方に向けて一言いただけますでしょうか？きっとものすごいその重量感のあるバンバンの醍醐味そのものの、岩見沢記念になると思うんでね、大変なレースになるかと思うんですけども、馬たちの活躍とか頑張ってる姿をね見せればなって思ってます。ありがとうございます。
ということで今回は駒さんエース号を管理されていらっしゃいます金田勇調教師にお話をお伺いしました。お忙しい中ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ということでね、はい、軽快に爽やかに暑さは関係ありませんっていう感じでしたね。押したくなったな。何今考えてんの？いやもう予想は立ててはいたんですけど、はい、このインタビューを聞いたのは、まあ、うん、錦州のインタビューもね、金田調教師のインタビューも今聞いたので、多分これはあのバンバンも砂の入れ替えがあって、そんなにハンデ差もなくて、多分なんとなくみんな様子見だと思うんですよね。なんかじっくりこう行くような感じはありますね、うん。じゃ あのコマーシャルの時考えてください。それでは、はい、コマーシャルの後は、先週ですね10日日曜日に行われたメインレース菊月特別の振り返り、そして今度、17日日曜日に行われます重賞レース BG2 第59回岩見沢記念の予想をしていきます。バンバ魂。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。追いかける9番メムロボブサップ2番手、残り10かわした。9番メムロボブサップが行く、残りわずか。9番メムロボブサップ。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、バンエイト勝ち。農家から直送の新鮮野菜、地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、やっぱり食べたい十勝名物豚丼、絶対行きたいショッピングモール、そこはどこ？帯広競馬場十勝村。本田さん、競馬競輪オートレースを楽しめるのはオッズパークだけと聞いたのですが、本当なんでしょうか？俺の言うことが正しいかわからん。まず自分で調べることが大事。競馬、競輪、オートレースが楽しめるのはオッズパークだけ。バンバ魂。それでは10日のメインレース菊月特別の週末予想を振り返ります。で10日のレースは私が北星雲海、杉山さんがブルーレジーナ、はい、ディレクターが全量ボスと予想しましたが、1着は山のコーネル、2着全量ボス、3着北昇カップということで、残念ながら今週は的中なしとなりました。はい、まあ、ちょっと次行きましょうよ。時もありますからね。はい、次。それでは、17日日曜日開催の重賞レース第59回岩見沢記念の予想です。それでは岩見沢記念についてのご紹介をお願いします。はい、この岩見沢記念というレースはですね、1965年に創設されました古馬による重賞競争です。旭川記念、北見記念、帯広記念と合わせて4市記念競争の一つとして格式の高いレースとして位置づけられています。過去には金太郎、マルゼンバージ、スーパーペガサスなど獲得賞金1億円馬の名が連なっているという、そして昨年は9頭立て9番人気のインビクタが制しまして、今年度の連覇に期待がかかるということです。うん、そうなんですよ。旭川、北見、帯広、岩見沢、4市開催だったね、このバンエー競馬ですけれども、そう、去年は9頭だって9番人気のインビクタが勝ったというね、なんか荒れそうな感じのこのレースなんですよ。興奮したでしょうね、取った人、ね、取った人は、うん、こう、そういうんだよな、そういうのをやってみたいな。でも、ね、それがあるのがバンエー競馬なんですよ。だよね、そうなんですよ、うん、配当が高いという。それでは、はい、BG2 第59回岩見沢記念の出走馬の紹介をお願いします。はい、9月17日日曜日のメインレースです。第59回岩見沢記念です。1番コマサンブラック藤野俊一、2番ミノルシャープ鈴木圭介、3番コマサンエース西翔太、4番目白剛力西健一、5番青のブラック金田力、6番インビクタ島津新太、
7番共栄流村上明、第59回今年の岩見沢記念は7頭立てということになりました。このレースの前日16日土曜日の十勝毎日新聞勝前掲載のネットバンバ金太郎の予想を見てみますと、この中で4番の目白剛力に20丸本命です。相手は5番の青のブラック丸、上から2番ミノルシャープ、そして6番のインビクタ、このあたりに板垣編集長は印を打っています。コメントとしては、今季重賞4戦3勝の絶好調のバンエーナンバーワンホースを含む3頭が出走回避で7頭立てと寂しい競争となったが、高重量戦歓迎の4番目白剛力にとってはチャンス到来。岩見沢記念は5歳から出走して4戦1勝2着、そして2着が1回3着が1回と相性が良く、今季未勝利も高重量戦でハンデに恵まれた今回は本領発揮の好勝負を期待ということになってますよ。こんな感じ。はい、うん、私のはい、押し馬はですね、今回は6番のインビクタとさせていただきたいと思います。まあね、金太郎さんの、ね、話にもありましたけれども、ナンバーワンホースを含む3頭が出走回避ということ で、まあ、ただやっぱりその8月13日のバンエグランプリ その着順っていうのは大いに参考になるのかなと。まあ、そんな中で、3着だったインビクタ、そこで選んだんですか？去年のことで連覇とか。ああ、それは僕正直知りませんでしたので。あ、そうかそうか。さらに、その後のレースですね、知らぬ糸特別、こちらでも2着ということで、かなりインビクタが、グイッグイッとで、あと2頭はですね、2番のミノルシャープ、はい、これはね、やっぱりね、なんか鈴木圭介騎手はなんかやっぱり3着には入ってきそうだなっていう、そういう気持ちがムンムンとこう、そういう見方もいいと思います。ついで5番の青のブラック、まあ、これも同じような、さっきのインビクターと同じような、理由で2番5番6番ワイドボックスでお願いいたします。はい、ワイドボックス7頭で、はい、いいですけど、いや、いいですけど、はい、私は5番の青のブラック本命にしますが、そして1番のコマサンブラック、4番目白剛力というふうに3頭選んでみました。青のブラック、これあれですよね、板垣編集長のコメントとして、5番の青のブラックいい感じ、とっても、にとってもライバル不在で今回チャンスということなんですよね、なので私そこ狙ってみました。青のブラック、コマサンブラック、目白剛力の私は3連プクでいきます。うん、え、何その間は、その7頭立てでボックスで行くのかと、はい、うん、いや、行きますよ。いや、いいですよ、全然いいんですよ。いや、楽しみ、はい、ね、あ、ディレクターね、はい、ディレクターの予想忘れてる本命はインビクタ、はい、そうですか。前走2着、前々走のバンエーグランプリ3着という結果から今回も好走すると予想しています。昨年の岩見沢記念は9頭立て9番人気からの1着に感動したので、インビクタの2連覇が見たいです。はい、半分予想で半分希望、はい、ね、うん、青のブラックが対抗、夏の暑さも落ち着いてきて実力を出せるのではないかと思います。今年度3着までに入らなかったのも1回だけというところから、今回も3着以内には入ってくると予想します。まあ確かに、うん、青のブラック5番、まあでも僕も抑えているからね、はい、はい、いいと思います。で、僕が2番、5番、6番に対して、ディレクターがコマさんエース、コマさんエースは3番、金田調教師のインタビューからとにかく真面目で我慢強く全力でレースに取り組むという話から、砂の入れ替えがあった後の高重量戦で実力を発揮するのではないかと思っています。馬券は馬服のボックスということでね。なんか真面目だよね、外れても外れても一生懸命コメント考えるもんね、まあ、ひどい言い方ですけど大事ですよね。継続は力なり、続けることは大事ですね。まあ、表現する言語の種類っていうのもあるけどねそんな、いやいや、はい、ということで、さて、はい、楽しみです、はい、はい、
第59回岩見沢記念は17日日曜日のメインレースです。発走は19時55分です。ご期待ください。ぜひ皆さんも万英競馬お楽しみください。万英ファンボイス、はい、今日は埼玉県から来ました。旅行の途中でちょうど帯広に来るので競馬も見ようかなっていうので万英競馬行きました。今日が初めてで、まあ家族が競馬好きな人がいるので、そのなんていうの、付き添いみたいな感じで来ました。はい、まあ普通の競馬って結構なんていうんですかね、まとまってるイメージなんですけど、万英競馬って第二障害のあたりからもう順位なんかすごいバラバラになるっていうか、で最後追い抜きとか追い抜かしもいっぱいあるので、そこが面白いと思います。まさにその通り、ね、嬉しいですね。ですね、うん、そのね、順位がこうぐーっとこう開いてきた時にまた力入れて長い時間応援できるっていうのがまたバンバのね、そうなんです、いいところだと思います。帯広競馬場の来場者の声をお届けしている万英ファンボイス第17回目の今回は埼玉県からお越しの方へのインタビューでした。はい、それではバンバ魂、今週もね終了の時間が近づいてきましたけれども、ここで週末のねイベント、それから営業時間などをお願いします。はい、開門時間です。16日土曜日、17日日曜日、18日月曜日、3日とも午前9時20分開門です。第1レースは16日土曜日が午後2時30分、17日日曜日と18日月曜日は午後、2時20分の予定です。また9月17日日曜日です。万英ふれあい動物園ではふれあい動物園ホースショーが行われます。いいですね、可愛らしい、なんていうんですか、クォーターホースっていうんですかね、による演技があるということなんです。1回目は午後1時から、2回目は午後3時20分からの予定です。どなたでも見ることができます。お時間のある方はぜひお出かけください。詳しくは万英十勝公式ホームページご覧いただきたいと思います。第11レースはね、日曜日7時55分なんだね。ですよね、ですよね、はい、いや、というふうに資料には書いてあります。あの前の時は8時何分だと思う。そうなんです、変わるんですよ。変わるね。そうなんです。危なそうなんです。あのジャガではメインレースの中継を行ってますんで、うん、あ、そっちの方考えてるね。担当がね、わかりました、こう変わるわけですよ。で僕今回担当で、そうか、8時だったなと思ってたら7時50分危な。いやいや、それよりもあの名馬の話を今週してないじゃないですか。ああ、もう短めにっていうことでしょ。今時計見たでしょ、はい、じゃあ30秒でいきますか。先ほどのコメントで一瞬出てきたマルゼンバージってありましたね。今週マルゼンバージにちょっとだけ触れたいと思うんですけども、あの先週言った福一が95年97年98年と3回勝ってるんですけども、96年はどの馬が勝ったって言ったらこのマルゼンバージなんですよ。福一とマルゼンバージの戦いっていうのは本当にね、過去にも残るもう名勝負ですから、勝ったのはマルゼンバージです、マルゼンバージですっていうコメントをぜひ聞いてもらいたい、はい、早く終わらせてっていう顔してましたね今ね。マルゼンバージぜひ見てもらいたい。この勝ったことで1億円達成したという96年のレースでした。はい、ぜひ皆さんね、うん、マルゼンバージ、ね、そうです、調べてみてください。それでは次のね、来週の22日金曜日のバンバ魂は24日に行われる重賞レース BG2 第31回銀河賞の特集を放送します、はい、お楽しみにということでね、担当は栗山正弘と杉山悦子でした。ではまた来週、さよなら。1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い。追いかける9番メムロボブサップ2番手。残り10、かわした。9番メムロボブサップが行く。残りわずか、9番メムロボブサップ。世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万英十勝。ジャガ、バンバ魂。この番組は万英十勝の提供でお送りしました。